お、少し強くなったみたいだ。旅人、気をつけた方がいい。今は観光に向いてない。あ、なんかあったのか。ああ、出るはずのない遺跡守衛が出没してるとの目撃情報が多数届いてるんだ。それらの出所を調べたところ、ある遺跡から突然出てきているということが分かった。誰かが起動させたってことか。わからない、まだ情報が少ないんだ。それにあの遺跡はかなり不気味で、中からカラカラっていう音が聞こえる。本部の許可が下りるまで我々も探索できないんだよ。とにかく一般人に被害が出ないよう、今は見回りを強化するしかない。確かに一般人が遭遇したら危ないもんな。心遣いはありがたいが、それで貴殿が危険な目に遭ったら申し訳ない。こいつは強いから心配ないぞ。自信があるんだな。それなら、山腹で遺跡守衛の足跡を見かけたんだが、通行人に注意することで精一杯で、まだ調査できてないんだ。おう、それを調査してほしいんだな。任せろ。千眼老子、揺るぎない。ありがとう、旅人。見回りが終わったら、俺も合流する。守衛はこの辺りで活動してるみたいだ。足跡がここまで。あ、あそこに遺跡守衛がいるぞ。よっ、運命の共演。これが運命です。断罪の名によ。みんなは俺が。やっ、すまんすまん。水中弦。これ燃えろ。はっ、へっ、やっせ。おとなしくし、ほどほどにしておけよ。そばにいてくれる。姿を喰らえ。運命。これ。この瞬間、お前は。運命には逆らいません。夜の幻言。全力攻撃だ。またか。こいつはどうだ。知れないしな。よし、出発だ。
これ何か知ってる？え、違う違う、こいつの名前は毒眼坊だよ。毒眼坊？そんな可愛い名前だったっけ？うん、お兄ちゃんが教えてくれたんだ。僕のお兄ちゃんはおもちゃ屋の販売員でね、こういうのを売ってるんだ。今リーユへのおもちゃ研究所にいて、毒眼坊はそこで生まれたって。お兄さんもおもちゃ好きだよね。飛んでるそれは最新型かな。話せるんだね。そうだそうだ。ご苦労さん。何か、おや、この坊やはよその国の子かい？さっき知り合ったんだ。坊や、この辺りに人殺し機械が出没してるんだ。危ないぞ。人殺し機械ってこんな感じの？そうだよ、こいつもだ。動き出したらまずいぞ。人殺し機械なんかじゃないよ。毒眼坊は正義の味方だ。毒眼坊？お兄さん、毒眼坊の悪口を言ってる人は悪いやつだから相手しちゃダメだよ。坊や、俺はただ心配で。すまない、子供の相手は苦手なんだ。この子のことはオイラたちが何とかするよ。ああ、助かる。俺は見回りを再開するが、その子を安全な場所に連れて行ってくれ。ここは危ないんだ。へへ、毒眼坊が悪いやつを追い払った。あ、僕はテンセル。お兄ちゃんを探すためにスネージナヤから来たんだけど、居場所が分からなくて。スネージナヤか。そうだ、こういう時は、はい。お、なんだ、重いぞ。これは、お兄ちゃんからもらったんだ。これを気になる人に渡せば相手も優しくしてくれるって。すごい理屈だな。これでスネージナヤからリーユへまで来れたのか。テウセルはお金持ちの子なんだな。おもちゃ売りは儲かる仕事だったのか。本当に？お兄さん、ありがとう。じゃあ僕と指切りしてよ。指切りゲンマン、嘘ついたら氷漬けにされる。指切った。スネージナヤらしい指切りの歌だ。しばらく子守するしかなさそうだな。でもどこを探せばいいんだ？おう、いいアイデアだな。行ってみよう。もう出発するの？お兄ちゃんに会えるかな。おほう、コカハの話はこれで終わりです。皇子様、それはよろしくないかと思います。一回だけだしいいじゃないか。ぎっ、こいつもいるのか。お兄ちゃんだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。この声、まさか。ああ、テウセルだ。兄ちゃんへのサプライズかい。テウセル、スネージナヤに戻らないと会えないと思ってたよ。トーニャ、それからアントン、みんなはどう？元気かい？みんなお兄ちゃんに会いたがってるよ。トーニャお姉ちゃんは毎日お兄ちゃんの無事を祈ってた。待って、テウセル、どうやってリーユエに来たんだい？連絡も何もなかったぞ。お兄ちゃんが乗ってるかなと思っておもちゃ売りの船に乗ったんだけど、船を降りた後歩いてたら毒眼坊に遭遇したんだ。毒眼坊が悪いやつを追い払って、それからこのお兄さんと一緒にここに来たんだ。なんか
兄弟揃ってモラをくれるんだな。危ないぞテウセル、会えたのは嬉しいけど、もうこういう危ないことをしないと兄ちゃんと約束してくれ。あ、わかった。お兄ちゃんごめんなさい。怒ってないよ、心配してるだけだから。それにこの二人じゃなかったらもっと危なかったぞ。ちゃんとお礼は言った？うん、ちゃんと言ったよ。いや、どういらたちに気づいたのか、お兄ちゃん。ごめんね、家族はいつだって最優先だ。どうか分かってほしい。それに今は敵対する理由もないし、立場上の問題は一旦忘れてくれよ。俺たち仲良くしてたじゃないか。あの件に関して俺たちはただの駒に過ぎない。後片付けは対局をしていた当事者に任せよ。俺が気にしているのは俺たちのあの一戦だけさ。なんだ、もう一度やるのか。このタルタリア、前と違って次は簡単に負けないよ。おい、今からやるのか。今回はいいや、子供の教育に良くない。喧嘩？お兄ちゃんはこのお兄さんと仲悪いの？まさか。もう一度礼を言うよ。弟を送ってくれてありがとう。俺にとって大事な家族なんだ。そういえば聞きたいんだけど、テウセルのお兄ちゃんはおもちゃ販売員だよな。でもお前はファデュイ。ああ、それは。し、子供にとっておもちゃ売りは人気のある仕事だろ。それに家族にはファデュイ、国の闇に触れてほしくないんだ。俺が女皇に使われていることを知ってる家族もいるけど、末っ子のテウセルには、俺はスネージナヤで一番人気のおもちゃ販売員、今はリーユへのおもちゃ研究所に所属してるんだ。ああ、お兄ちゃんすごい、毒眼坊の相棒だもんね。テウセルの前では会わせてほしい、頼む。そうだエカテリーナ、回収の件今から出発するから。逃げようとしてるじゃないか。しかし皇位様に借金回収をさせるなんて、それは仕方ない。賭けであのデッドエージェントに負けたんだから、体を動かしてくるよ。おもちゃを売りに行くの？ああ、テウセルと一緒にいたいけど仕事があってね。このお兄さんに相手してもらおうか。お前んちの家政婦か。うん、このお兄さん好きだよ。それに一緒にいてくれるって指切りしたもん。うん、テウセルは君のことが好きだって。それに一緒にいるって指切りしたらしいね。頼んだよ。あとこのモラを受け取って、活動資金としてね。テウセルにリーウェイを案内してあげて。何かあったら俺は聖教ラ付近の川辺にいるから。ではまた。